はい、ということで、もう一度ナジラ社長に話しかけます。おや、どうだい、仕事には慣れてきたかい？あたいね、今日はとっても気分がいいんだよ。ちょうどあんたが入社した頃を境にして、少しずつだけどうちの収益が上向き始めていることに気づいたのさ。あんたが運とやらを運んできたのかもしれないね。今日は他にも何かいいことが起きる予感。戻ったぞ。はあ、あいつだよ。おやおや、遅かったね。こんなに時間かかったんだ。わざわざ不滅隊の鑑賞書全部に不滅隊への差し入れを届けてくれたんだろうね。うん。よもや前みたいに迷子になったり、不滅隊への差し入れを取られたりなんてしてないだろうね。元サンドリア、神殿騎士の、ライファルだ。ああ、そうだったね。どうも異国の名は覚えにくくていけないよ。ねえ、騎士様。あたいがまたうっかり忘れないよう、この紙にしっかりと名前を書いてくれよ。ん？ああ、仕方ない。貸してみろ。ふむふむ。なんだい、この字は。読みにくいったら。ライ、ラ、ファン、と、ん？ライファン？うん、最後は愛だ。やれやれ、どこまでも冗談の好きな騎士様だね。自分の名前を間違ってみせるなんて。ま、いいさ、大した問題じゃないよ。これであんたもようやく我がサラヒムセンチネルの社員になれたんだものね。さてと、ライファル二等傭兵、あたいの下で働くからにはそれ相応の覚悟をしてもらうよ。何？伊藤？ポケット突っ立てんじゃないよ。あんた、先輩なんだ。この騎士様に、傭兵根性ってやつを叩き込んでやんな。さてと、これでよし。ライファル。ライファル二等傭兵。なんだと？その不遜な呼び方、聞き捨てならん。なーに、また寝ぼけたことを言ってんだい？どこぞの国の王子様でもあるまいし。いいかい？教えてあげるから、耳かっぽじってよーく聞きな。ここは、あたいの島。あんたらはあたいの捨て駒。代わりなんざ、いくらでもいるんだよ。もう我慢ならん。おい冒険者よ、この者の態度不愉快ではないのか。これではまるで王のようではないか。はあ、あんた傭兵の分ってもんがちっとも分かってないようだね。傭兵はね、泥水吸っててめえの玉を張ってなんぼの世界だ。そんな風に細かいことをうだうだ言ってるようじゃうまいしのぎには一生ありつきはしないんだよ。さっさとこのボケ冒険者を公務代理店に連れてってきっつい作戦に送ってやんな。断る。そのようなことに付き人など不要だ。戦略もあるしな。またの機会にさせていただこう。たく、あのデクノボ、せっかくのいい気分を台無しにしやがって。居合わせた己の不運を呪うがいい。さっさとあのバカを追いかけるんだよ。
はい、では次はアトルガン白門のカカルンのところに向かいます。はい、では G11 にいるカカルンに話しかけます。情報屋カカルン、ここ情報安いね、袋いっぱい、情報いっぱい。お客さん、なんか探してるの？情報持てる？持てる？ほう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 、傭兵なあなた、もやもや仮面の変態と金ピカ鎧なエルパン探しとんね。もやもや仮面、そっちの方知らないね。金ピカ鎧なエルパン、ああ、それならね、かかる。似たような、見なかったような。情報屋かかる。チャリチャリな音好きよ。チャリチャリの音、傭兵のあなた、モテるモテる？いや、持ってない。そうね、情報屋かかる。別のチャリチャリな音も好きよ。千切る。はい。嬉しいね。トレート、情報屋かかるに、トレート、ね。情報、安い。傭兵なあなた、チャリチャリの音、千切るね。わかる？はい、ということで、千切るをトレードします。おお、素晴らしい音ね。情報屋、かかる。素晴らしの情報、傭兵のあなたに差し上げるね。あれに、ございます。ん？宣告、サラヒメセンチネであった冒険者ではないか。まさか、あの小賢しい娘の命令で私を呼びに来たのではないだろうな。それともお前も何か情報を探しているのか。まあどちらでもよいがな。同じ中の国から来たお前なら気づいているだろう。この町どうもニューとは思わんか。やたら熱心な傭兵募集、多くよりも血に飢えた獣人ども、国力の割に明らかに少ない正規兵、調べれば調べるほど不可思議なことが次々と出てくるのだ。一体この国は今、不可思議？不可思議？不思議？お、不思議不思議不思議、かかるん知っているよ。ぬ、モーセ。金ピカなエルパン。おとろしいの、かかる、ちょっとショック。ま、いいよ。誰もみんな知ってること。でもこれ、情報屋かかるのサービスよ。忘れないね。ほんとね。ある、セビの不思議。マテキユーの。ここに来るみんな、誰も、知りたがるね。マテキだと？そうよ。マテキ言うの。アルデビの不思議、マテキ。きっと知らないのね。傭兵のあなた、金ピカ、エルパーンも傭兵？きっと、アルデビ初めて来たばかりね。マテキか。傭兵になりたいとかいうあやつも申しおったな。マテキ？ぐる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 、きれいよ。ふむ。調べる価値はありそうだ。金ピカピカなエルパン、忘れないね。情報屋カカルンの情報、知ったのね。次の情報、チャリチャリの音、きっとよ。ピカピカピカね。びっくらしたのね。
金ペカペカペカなエルパーのことをかかる。ずっと忘れない、忘れれない。忘れれないエルパーン。また、情報屋かかるのとこ来るのね。その時はきっとチャリチャリの音を払うね。はい。次はワモーラジーに向かいます。ようこそ。わらわら哲学の殿堂へ。当時は理を探求する者に常に門戸を開いております。しかし、傭兵の方が見られるのは珍しい。一体どのようなご用件でしょうか？何ですと？風魔堂の魔敵の配管許可を得たいとは？理を学ばんとするあなたの探求心は尊い。カナウラなら、拙僧もご助力しとうございます。しかし、残念ながら、学僧以外の風魔堂への立ち入りは、ご茶僧により固く禁じられており、たとえ偉大なる聖光様といえども、その禁を犯すことは許されないのです。ご理解ください。ご徳が聞き飽きたぞ。これはこれは。帝国の王、いえ、騎士様。ムー、元騎士だ。ゆえやって騎士を辞め、今は、よりべなき、傭兵に過ぎん。そんなことより、騎僧に尋ねたいことがある。拙僧にお答えできることでしたら、何なりと。ふっ。騎僧らの信奉するわらら哲学においては、万物は無より異で、無に溶ける、ということが、世界の根本原理とされているな。はい、さようでございます。では、いずれは無に溶けるものならば、その時を早めても良いのだろうか。ライファル殿、それは違いましょうぞ。開祖、わらわら様が説かれているのは、何人も何者をも逃れられぬ定めの原理についてのこと。ならば聞きたい。魔敵とやらは、その定めを乱すものではないのか。よいか。私が傭兵として来たのは、ここで起きている争いを鎮め、当時に平和をもたらさんがため。だが、その争いの直接の原因となっているのは、貴僧らが後世大事に守っている魔敵にある。しかも、高度にあるあれが、本当はいかなる代物であるのか。ほとんどの住民が何も知らぬとはどういうことだ？あなたの疑問はごもっともでございます。されど、拙僧として魔敵がもたらす力の源が何であるのか、よくは存ぜぬのです。まだはぐらかすか？もうよい。だがこれだけは言っておこう。このままではいずれ、ここは今以上の災禍に巻き込まれるだろう。このライファル、それを黙って見過ごしたりはせぬぞ。時折、あのような異教の方が来られて、拙僧に問答を申し込まれます。されど、わらわら様の教えをひとときで伝えるのは難しいこと。拙僧の未熟を思い知らされる日々でございます。つい先日も、ヤグードの僧と名乗る西国の方が当時に来られまして、騎士様とは違い、穏やかな物腰ではございましたが、同じような質問されて行かれました。目的はどうであれ、わらわら様の教理に興味を持たれ、教えを請われる方は、当時ではいつも大歓迎でございます。かつて、開祖わらわら様はこう申されました。私はすべての事象を知り、理を説くものではない。みなよ、大いに悩み、討議しようではないか。その過程こそ、理の探求への近道となるだろう、と。
はるばる僕の都まで来られたのです。あなたも多くの方と語り合われてはいかがでしょうか。きっとあなたの心の糧となることでしょう。そういえば昨今、茶やシャララとは異国の名士が集う憩いの場として賑わっていると耳にしました。一度あなたも行かれてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄に Twitter のリンクも貼っておりますので、よかったらフォローもお願いいたします。それではまたです。